はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所薬務庵、琉球食経、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。一足お先にハッピーメリークリスマス。今年すごいですね。24日日曜日、25日本番のクリスマス。24日は大変なことになりそうですね。もしかしたら23から24にかけては盛り上がってる方も多いのかなと思います。今週の夜サプリはクリスマスにちなんで盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様、性教育きっかけ作りマスターこと岡本良二さん。良二さんとは小室ゆりのネットでウィークエンダーでご一緒させていただいた相方さんでございました。その良二さんがとあるチャレンジをなさっているということでゲストに来てくださっております。毎月3週目は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんが担当してくださっております。今月は女風の利用場所について楽しみにしていてください。そして大阪の鑑定会が満席となりました。おめでとうございます。占い癒し所薬務庵オーナー萩原薬務先生の週末の占いサプリ、今週はメリークリスマスをテーマにお届けいたします。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談をお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、本日のサプリなお客様、この方が来てくださっています。性教育のきっかけ作りマスター、良二こと岡本良二さんです。岡本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつも緑の良二です。よろしくお願いします。良二というお名前で、うん、耳覚えがある方も少なくないのかなと。まあ、2年間ご一緒させていただいてましたからね。ねえ、はい、小室ゆりのネットでウィークエンダーという YouTube チャンネルでご一緒させていただいた良二さんです。はい、よろしくお願いします。あの番組はあの番組で楽しかったですよね。楽しかったです。はい、うんうん、まだ一応終わってないんですけどね。今お休み中、はい、さてその良二、はい、さんが私の知らないところで性教育のきっかけ作りマスターになってたっていう。はい、そうなんです。あの番組を一旦中断して休止して、お互いにちょっと活動を広めましょうっていうお話したじゃないですか。一応個人自分なりに活動とか勉強を進めていったら、日本の性教育のされてなさ加減というか、うん、によって性というものを後ろめたいものとか、隠すべきものみたいに思っている国民って実は日本ぐらいしかいないんじゃないかなって思ったんですよね。逆に変な方向に社会の意識を変えちゃってるなっていうふうに思って、うん、性教育は日本で
広めないといけないな。で、性教育って言っても2系統あって、はい、今政府とか教育機関とかに広めていってるのはなんか怖がらせる性教育なんですよね。リスクから入りますよね。そうそうそう、まあ日本の、ね、ビジネスみんなそうなんですけど、そうじゃなくて本来子供が生まれるとか命の誕生の元になる行為なの で、はい、でプラス自分を幸せにするための行為じゃないですか、はい、性は変なものじゃない、おかしいものじゃない、むしろ最高のコミュニケーションでとっても素敵なものなんだっていう明るい性教育をやってる人たちっていうのは、まあ、マイノリティなんですけど割とちょこちょこいるんですよね。はい、こっちの性教育をやりたいなというふうに思って今展開させていただいてます、はい、男性が性教育っていうキーワードを使う方って多くないなって思うんですけどね。はい、特に明るい性教育をポジティブな方の性教育をやってる方だと多分日本国内に10人いないんじゃないですか。その10人しかいないうちのお一人が涼二さん。はい、先月も。でもね、この性教育っていうのを楽しく学ぶっていう視点を持つと、はい、本当に世界変わりますよね。いや、本当そんな通りだと思います。この性教育大事だって分かるんだけど、どこの切り口からそっちの、うん、を覗けばいいのかなっていう、本当にきっかけが分からない、つかめないっていう方、はい、たくさんいらっしゃいますよね。そうですね、はい、本来その性教育のスタートって人権教育みたいなところから始まるんで、はい、何もセックスのことを教えるわけではなくて、その事前前段階になる、例えば一番最初で性教育って5歳になる前から始めましょうとか、うん、最常識になってますけど、最初に教えるのはまず自分の大切さっていうところから入りますから、はい、自分が大事でしょ、で、うん、あなたの自分が大事だったら相手の自分も大事でしょ、うん、で相手以外にも周りにたくさん人がいて、その人たちにも自分があるよね、その人たちの自分も大事だよねっていうのが性教育のスタートだと思うんですね、うん、これがちゃんと小さい時から作られてないと、やっぱ人間関係の作り方がおかしくなっていっちゃう気がしますよね。みんな違ってみんないいっていう、ね、キーワードあるけど、それも捉え方によっては距離感を詰める方法を知らないまま自分だけを大切にするっていう考え方にも落とし込まれやすいなって思うんです。性犯罪の認知の歪みみたいなのがみんなの頭の中に知らず知らずのうちに入っちゃうっていう感じですね。だからこそ相手の自分も大切にするっていう価値観はすごく性教育を通して広げていかなきゃいけないなって、はい、頑張ってやっていきます。さて、はい、そんな涼二さんが、はい、今回クラウドファンディングにチャレンジするということで、はい、こちらもご案内いただけますか。はい、ね、クラウドファンディングで 400% を達成されたゆりさんにご教示を願おうかと思ってました。いやいや、 700% です。すげえな。まあその性教育を進めていくと、そういう系統だけではなくて、家庭とか職場とか学校とかで人間関係的なトラブルに陥っている人で苦しんでいる人にとって一番大切なのは居場所だなと思ってるんですね。要は苦しくても辛くても安心していられる居場所さえあれば、なんとか時間をしのげる、でその間に解決方法も見出していけるっていうふうに思っていて、でその居場所を地域に作っていこうという考えで、コミュニティ飯屋、飲食店を、はい、作りました。コミュニティ飯屋。コミュニティ飯屋、はい、です。で、そこで、まあ、急に物件が決まったので、うん、準備金とか、全く仕込みじゃないな、なんか、準備全くできてない状態で、全部持ち出しで、設備から何から揃えていったら、ちょっと予算が底をついてきましてですね、はい、
はい、で友人からクラウドファンディングを勧められまして、でゆりさんのことを思い出しまして、あそういえばと思ってちょっとやってみようと、何でもやろうと思って、はい、始めてみました。はい、はい、実は12月の1日から31日までチャレンジされる、はいはい、ということで、FM ギノワンジャックを、ね、おつなぎいただいてありがとうございます。最初は、はい、あのテルミンさん MC の、はい、沼から出られない女たちから始まり、はいはい、FM ギノワンのご長寿番組のビジネス天国、夜サプリに出て、はいはい、29日安さやかさんが MC を務めておられる、はい、ウィークリーコンビニラジオ、はいはい、毎週どこかで涼二さんが出てるっていうありがとうございます。はい、はい、ありがたい限りです。私も支援をさせていただきました。ありがとうございました。はい、とんでもないです。はい、でこのチャレンジでこう、はい、さらに一歩踏み込んだところでこういう社会にしていきたいなっていうお気持ちってありますか？はい、あの性教育をやっている時に、あのまず命が生まれる行為だよっていう、その命の大切さ的な話と、あとでも快楽でする場合もあるでしょっていう話がありますよね、はい、うん、でこれって自分が大切で周りの自分も大切っていうところにすると、こう両極にやりながら円でつながっていくんですよね、巡り巡って。はい、はい、で、まあ、そういう社会、お店にボードがあってそこに笑顔チケットっていうのが貼ってあるんですけど、はい、これうちで飲食したお客様が500円余計に払うと1枚払えれるんですよ、はい、でお子さんはそれを使ってタダで食事ができるっていうチケットなんですけど、うん、だから誰かの思いが何かになってそれが誰かのところに届くっていう、こういう循環する社会っていうのがすごくいいだろうなっていうふうに思ってるですね。うん、それを地域に作りたいなと思って、そのためには何かしらの拠点がいるんですよね、人が来れるところっていうのが、そういう循環作りの拠点として店を開いたっていう思いがあります。はい、性教育って、うん、性教育のことだけをやっててもダメなんだなっていうのは発信をすると常々思うんですよね。うん、その通りだと思います。涼二さんの性教育としては、はい、性教育かける居場所づくりというところで広げていこうと。はい、そうですね。はい、なのでこの飲食店でも月に 2,3 回は性教育の講座みたいなのをやろうかなと思います。久々にちょっと私も涼二さんと対談がしたいです。はい、よろしくお願いします。売り込んじゃった。はい、ありがとうございます。はい、では最後に涼二さんからクラウドファンディングのご案内とリスナーさんへ一言お願いしてもいいですか？はい、承知いたしました。ありがとうございます。キャンプファイヤーで、クラウドファンディングを行っております。でコミュニティメシア、全部ひらがなでコミュニティメシアで検索していただくと出てくるんですけれども、人間生きていれば困ったこととか、悩みであったりとか、そういう状態になることは普通だと思うんですね。当たり前のことだと思うんですけれど、そうなった時に安心して時間を過ごせる場所がある。あと、寝るところがある、食べるところがある。これってものすごく重要なことで、その先の分岐を大きく分けるところだと思います。そういったものを、日本全国にできたらいいんですけれども、まずは第一歩として自分が住んでいる地域で作らせていただきたいと思って活動を始めました。ぜひ足を運んでみていただきたいのはそうなんですけれども、来られない方もいらっしゃるとは思いますので、地域的に、はい、そういう方も、笑顔チケットとかクラウドファンディングという形で、参加していただくことができます。ぜひご協力をいただければと思います。よろしくお願いいたします。インターネット検索は、はい、キャンプファイヤーからひらがなでコミュニティメシア、そうです、
ひらがなでコミュニティメシアで検索をお願いいたします。そして最終日12月31日は、はい、大晦日、はい、大晦日の日ですね、うん。この最終日、みんなでメシアに集まってファイナルを迎えようと。そうですね。支援者の方はもう無料で飲み食いしていただいて、クラウドファンディングの経過を気にしながら、はい、年越しをしたいと思ってます。そして私小室よりもその最終日の終了に立ち会わせていただくという。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、はい、なのでね、この番組聞いてくださっている埼玉にお住まいのそこのあなたは、ぜひ小室より目当てに来ていただいても構いませんので、はい、このクラウドファンディングの最後みんなでフィニッシュ飾りたいなと応援してます。ありがとうございます。楽しみにしてます。こちらこそです。今週のサプリなお客様、性教育のきっかけ作りマスター涼子こと岡本涼子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。市中睡眠、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて、県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。3週目は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんがご担当してくださっております。今月は女風を利用する場所についてお話しくださるそうです。それではゆずきさん、よろしくお願いします。女風サプリ担当の名古屋の女風セラピストのゆずきです。今週のテーマは女風の利用場所についてです。どんなところで利用できるのと疑問に思っている方もいると思います。利用場所は主にホテルもしくは自宅です。ホテルの場合はラブホテルはもちろんビジネスホテルも対応しています。個人的におすすめなのはラブホテルです。アメニティも充実していますし、非日常を味わう上でラブホテルに来たという体験は非常に大きいと思います。ビジネスホテルも良いのですが、中には宿泊以外の入室を断られるケースもありますので、確実に安心して遊べるという点でもラブホテルをおすすめしています。2つ目の自宅なんですが、条件として、同居人がいないこと、こちらが挙げられます。これは当然ですね。トラブルを避けるために、利用される皆さんは必ず守ってくださいね。今挙げた場所以外にもマッサージを行わないデートコースを利用される場合は場所の縛りは特にありません。デートスポットや飲食店など気になるセラピストと一緒に恋人感覚でデートを楽しめます。そのセラピストが気に入れば
そのままマッサージのコースに延長も可能となっております。いきなりの利用がもし不安な方はうまく活用してみてください。今後も女性が気軽に女性向け風俗を利用できるように女風に関する発信を行っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。では今週はここまでです。ゆずきでした。ご自宅も使えるんですね。ちょっと意外でした。ただ誰もいないこと、そうですよね。誰かいたら思いっきり楽しめないですもんね。デートの延長線上にセラピーがあるということでしょうかね。ゆずきさん、来月もよろしくお願いします。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋ゆずき、優しい月と書いてゆずき、こちらでお願いいたします。 X でも情報発信しております。どうぞ検索してみてくださいね。大阪の鑑定会が満席となりました。ありがとうございます。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。メリークリスマス。ドストライクなテーマで参ります。それではセクシーに鐘を鳴らしちゃうぞ。お羊座、オーナメントでツリーを飾るのは楽しいわ。あなたのツリーも立派で大きいし、今夜は楽しみね。お牛座、シュトーレンは当日まで少しずつ食べるのが風習よ。当日は私を一枚ずつ剥がしていってね。やだエッチ。双子座、クリスマスにはチキンが欠かせないわよね。私は骨の髄までしっかりしゃぶりつくはよ。ガニ座、ディナーにお出かけしましょう。クリスマスに贅沢なコースなんて私幸せ。獅子座、私の慌てんぼうなサンタさん、あなたの大きな煙突が煙を吹いちゃいそうね。乙女座、緑の葉っぱと赤い実の西洋ヒイラギはクリスマスカラーで魔除けになるのよ。私についてくる悪い虫はあなたが追い払ってくれるわよね。天秤座、プレゼントにはスノードームがいいかしら。あなたと一緒に寝顔をずっと見ていられるから。あ、もしかして照れてる。サソリ座、クリスマスぐらい思い切ってシャンパン開けちゃいましょう。思わず飲みすぎちゃっていけないことになってもいいのよ。いて座、サンタさんのコスプレしてみる。袋の中の大人のおもちゃ一緒に使ってみない。ヤギ座、クリスマスの BGM を選びましょう。最近のサブスクの音楽アプリには定番から新曲まであるからね。水亀座、一人でクリスマスを過ごす予定なの？私が一緒に過ごしてあげるから、クリぼっちだなんて言わないで。魚座、丸太を意味するブッシュドノエルというケーキ、今夜は聖夜よ。あなたのブッシュも
楽しみにいただくわ。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。薬務先生も素敵なクリスマス過ごしてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週4週目ですので、妊活一言サプリ、小宝鍼灸師市毛真也先生がご担当してくださっております。2023年どんなお話が最後に聞けるのか楽しみにしたいと思います。そしてこのチャンネルはもう登録してくれているよね。 YouTube コムユリチャンネル、今までお見せしてこなかった小室ゆりの日常を Vlog 形式でお裾分けしております。チャンネル登録通知オンでお待ちください。検索は YouTube 内ひらがなで小室ゆり、ひらがなで小室ゆりでお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食経、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューン堂、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。人が深い傷を受けるのは他人の行動によるものではないし、ましてや自分の間違いによるものでもない。本当はその事実に対して自分がどう反応したかによって傷を受けるのだ。アメリカの思想家スティーブン・ R ・コビーの名言です。誰かによって傷つけられたと思うのはその人のせいではなくて、傷ついた自分と実は対話をしなくてはいけないんですよね。自分と対話できることによって傷つく深さ、そして角度も和らいでいくと思います。傷ついたり不安になったりしたら、まず自分の心とお話ししてみませんか。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。脇目も振らず、ただがむしゃらに走り続けてた。気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなた。